むしろなぜついてきた。進化と一人を危険な目に合わせるわけにはいかないだろう。そう危険なことでもない。 B 連邦の人々はこのことをすでに想定していたのだろう。カノンはすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやり取りは我の方が得意であろう。オイラたちの力になるぞ。天心直走。アジトロック消えるんだ。6308式ユニット、吸引テスト開始。安全距離確認。とっせっ、捕まえたにゃ。具現せよ。はっ、いった。あたしを甘く見ないで。ミオナの特性と、うん、6308式ユニット吸引テスト。えにゃ、最後魂よ、具現せよ。わかるかい？さ、命ずる、表層よ、決し、はあ、封じん。捕まえたにゃ。魂よ、錬気化身。安全距離確認。雨描きがたし。念の表像や、天心直走。はっ、にゃ、しゃあ、6308式ユニット。ふっ、形は静止。吸引テスト開始。超拡散形態。安全。風と共に去れ。と封じん。せ、逃げたぞ。あと追うか。ここの地盤は堅固ではない。深追いは危険だ。ひとたび崩れればその被害は想像もつかないものになるだろう。ここは引いた方がよい。you
少し力を使ってしまっただけだ。問題はない。我一人であやつを始末しようと思ったのだが、まさか主も追ってくるとは。だが心配はいらぬ。あれがこの地に来ることはもうない。あれほどの傷を負ったのだ。他の場所へ行っただろう。先ほど水の中で一体何が？すでに解決した。水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ、我もあまり手を焼かずに済んだ。そう、無事で何よりだわ。いずれにせよ、私たちはこの危機を乗り切ることができた。後で軍玉閣へ来てくれるかしら。この礼はしっかりとさせてもらうわ。行幸様、船体からの報告によると、水の魔物は幸運閣一帯から去り、周辺海域は正常に戻ったようです。ご苦労様。戦艦軍の状態は？行幸様が用意してくれた傷薬、それと国政様の指揮のおかげで、なんとか被害を最小限に抑えることができました。もちろん助けに来てくれたこの方にも感謝を。戦艦軍を代表してあなたにお礼を申し上げます。我は そうか、それは何よりだ。雲先生の劇を見たとき、神女へと送られる賞賛を素直に受け取れるようになるかもしれないな。だが我は英雄になろうとしたわけではなく、ただ主を守りたかっただけだ。ひとまず兵士たちは休憩を取りなさい。でも油断は禁物よ。あれが再び訪れる可能性もある。警戒を怠らないようになさい。はっ。長いこと影から見ていたようですが、何か結論は出ましたか？わらわの意見を聞いておるのか。もし神格がいなければ、こたびの件はそう簡単にいかなかっただろう。それは否定しません。しかし彼女がこの場にいなかったとしても、最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう。無論戦いはより苛烈を極めていたとは思いますが、それにいざという時にはまた軍玉閣を落とせばいいだけの話です。人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた。確かに新奇な発想を多少使っておったな。失敗から学び、事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう。前回から随分と進歩したようだ。今回は旧大点としておこう。これからも試練があまたと訪れるはずだ。わらわはずっと見ておるぞ。天柱への座にいる限り、リーユへの平和は私が守ります。神格よ、数年前お前がこっそりと山を下り、悲しみに満ちた顔で戻ってきたのをわらわは見ていた。今回このリーユエコを訪れ、心境に変化はあったか？ああ、変わった。しかし、まだうまく言葉にできそうにない。だが、想像をしていたよりも、良いひとときだった。ならば良い。旅人、神格のことは任せたぞ。ふむ、あれこれ話をしておったら、神格の子供の頃を思い出したのだが。それは語らずともよい。そうか。お前といい、あやつといい。まあ聞きたくないのであればよかろう。今回は見逃してやる。
さて、わらわは帰るとしよう。二人とも、まずはゆっくりと休んで。落ち着いたら、また軍玉閣に来てちょうだい。軍玉閣の再建と、リーウェが無事危機を乗り越えたこと。今回の宴は、かつてないほど盛大なものになるわ。